プリ,プリモシュテンプリモシュテンプリモシュテンは、クロアチアシベニククニン軍の町である。アドリア海沿岸の南側、シベニク、トロギルの間に位置しており、住民の97.03%は、クロアチア人である。プリモシュテンは、クロアチア本土に近い小島に位置している。1542年に、オスマン帝国に占領されていた当時小島は、防壁によって守られ、本土とは、 羽橋で結ばれていた。オスマン帝国が撤退すると、土手道に置き換わり陸続きになった。1564年にこの地はクロアチア語で書けるなどを意味するプリモシティキにちなんで、プリモシテンと名付けられている。丘の上より見下ろす成城寺教会は1485年に建てられ1760年に復元され、近くの墓地とその教会からは独特な海や周囲の景色が広がる。 プリモシテンは非常に大きく美しい武道園が有名で、ニューヨークの国連センターにはプリモシテンの武道園の写真が飾られている。マイナツ、武道園では伝統的なロバ競技が行われる。プリモシテンで最も大きなビーチはラドゥチャと呼ばれ、その一部分であるマララデュチャは、クロアチアで最も美しい10カ所のビーチのうちの一つに投票されている。 ブドウ園は現在、ユネスコの世界遺産への登録が検討されている。ブルーガイドわがまま歩きクロアチアスロベニア 2017P86 ユネスコプリーマ君。ありがとうございます。